どうも、とこやモコです。とこやモコの映画100本ノック99本目の映画はこちら。クリード、炎の宿敵ということで、この作品について紹介していきます。えー、私はロッキーシリーズを今年初めて見てドハマりしたんですが、えー、クリード1作目も大ファンになりまして、えー、以前1作目の方のレビューも動画にしているんですが、その時は星5000という点数をつけていました。えー、よかったらそちらの動画もご覧ください。 でえー、クリード2作目のあらすじとしては、えー、ロッキーの良きライバルであったアポロの息子アドニス・クリードは1作目でロッキーの下でボクシングを学びその後チャンピオンにまで上り詰めていました。 え、そんなアドニスがロッキー4炎の友情で父アポロを試合の最中に死なせたあのドラゴの息子と戦うことになるというお話です。えー、できればロッキーシリーズをすべて見てから見てほしいんですが、えー、最低限にするならばロッキー1作目と4作目とクリード1作目を見てから見ていただきたいかなと思います。で、私はこの6月に休業明けの映画館で旧作をたくさん上映していた中で、このクリードも上映されていたので、クリード 作作目2作目の順に連続ししてて見ていきましたで正直ねクリード1作目が好きすぎて相当身構えてみたんですよで1作目を超えてこないかもしれないという謎の不安を感じてたんですけどただそれでもやっぱり最高でしたいやもう大興奮してしまっておえつするくらい泣きましたということで今回の評価は星6000です この動画ではね、どうしてこんなにも私がドハマりしているのかっていうのを、まあ個人的な感想ではあるんですけども、この映画のどこがすごいのかちょっと熱く語らせてほしいと思っていますで。特にね、元気が欲しい方、何かに挑戦している人、もしくは何かにつまずいた経験のある人には刺さるんじゃないかなと思っています。気になる方はぜひチェックしてみてください。 はい。で、ここから熱くね、この作品の魅力を語っていきたいなと思うんですけど、じゃあ、どこがすごいのっていうね、ポイントを紹介していきます。で、すごいポイント、その1、えー。完全にわかっていても泣いてしまう物語です。で、これはロッキーシリーズすべてに言えることではあるんですけど、ストーリーのね、流れっていうのはもうお決まりのものがありまして、もうこちらをね、完全に理解してるんですよ。 完全に理解しているはずなのに、それでも楽しめるというところがすごくて、もう偉大なるマンネリズムをね、抱えた作品群だなと思います。えー、そして、クリードはね、ロッキーとアポロから生まれた話でありながら、えー、それを新しいシリーズとして昇華させているところが最高なんですよね。あのクリードらしさ、それから今っぽさで、なんか今だから作れる作品になっているところがすごくいいなと思っています。で、前作もそうだったんですけど、 今回の炎の宿敵を見て、ま、こちらは「えー、ロッキー」シリーズのスピンオフ作品でありながらその枠に収まらない作品だと確信しました。でえー、すごいポイントその2敵が いいんですよ、えー。今回の作品、私がこれまでのロッキーシリーズと違うぞと思ったのが、ここですね。もう敵です、えー。父を殺した宿敵、イワンドラゴの息子がね、今回、えー、アドニス・クリードの前に立ちはだかっていくんですけど、もうこれは完全に因縁の戦いなんですよね。で、かつてのドラゴという男は、えー、劇中サイボーグと呼ばれていたように、もうただただでかくて強くて、セリフもほとんどない、えー、少し人間らしさを書いた存在だったんですね。で、それが、 33年ぶりに現れたドラゴンには人間らしい苦労の影が刻まれているんですよで、33年前にロッキーに任された男が どんな人生を歩んできたのかというところを思うと胸が苦しくなりました、えー。そしてね、今回この敵のバックグラウンドが掘り下げられるんですよ。えー、ドラゴとその息子がね、えー、アドニスクリードに必死で戦いを祈んでくるある理由があるんですけど、まあこれを知ることでただの復讐劇ではなくなっていくというか、相手が必死に立ち向かってくることにすごく納得できるんですね。えー、そしてラストのドラゴ親子の関係性や彼らの姿は涙なしには見られないと思います。 すごいポイントその3は音楽の力ですね、えー、この作品がさらに素敵になっているポイントはここにもあると思っています、えー、アドニスの奥さんになるビアンカは信仰、えー、性の難聴を抱えた歌手なんですね、えー、彼女の存在がさらにこの作品の演出を盛り上げてくれていると感じましたで彼女自身も自分の歌手としての夢を追いかけながらアドニスの夢を応援しながら今回子育てにも挑んでいくんですねで彼女がアドニスと共に に挑戦を続ける姿や彼らの関係性がととても素敵だなと思いました、えー、加えてあのロッキーのテーマ曲がアドニスのための曲としてアレンジされて出てくるんですけどこれがまたもうマジでで最強にかっこいいんですよもうとにかくかっこよすぎてで、まあ、この曲がねかかるであろうことはおおむね予想できるんですけどいつかかるかっていうのがねまあ来るかな来るかな来るかなあって思って。 来た瞬間にもう涙がブーって出てきて。もうなんかね、何なんでしょうね、本当に。あの心が震えました。はい、ということで、この音楽の力も素晴らしいんです。ええー、そして。 最後のすごいポイント、その4が物語の枠を超えた重みですね。えロッキーシリーズは監督、脚本、主演を務めるシルベスター・スタローさん自身の人生の物語なんですよね。それによって物語でありながらそれ以上のパワーを持った作品になっていると私は思っていて、で、私はこの映画を見終わってからすぐに購入したパンフレットのインタビューをカフェで読んでいて、出演者たちの背景を知ってもう一回泣いたんですけど、ドラゴを演じたドルフ・ラングレンさん自身も ロッキー4に出演した後人生の中で挫折を味わってるんですね、えー、そしてスタロンさん自身はロッキーフォーで共演したドラゴンの奥さん役であるブリジット・ニールセンさんと結婚して1年半で離婚し、えー、その後息子の死も経験してるんですね で、ちなみに、ブリジット・ニールセンさんも、まあ本作には出演してるんですけど、まあそんな彼らの人生そのものが投影された本作だから、物語の枠を超えた力のある作品になっていると強く思いました。この作品の背景にある出演者の人生を知ると、もっと深みが出て泣かざるを得なくなるので、ぜひ、パンフレットも読んでみてください。はい、ということで、 クリード、炎の宿敵という作品について熱く語ってきました。いや、本当にまっすぐに心が動く最高の作品なので、まだ見たことないよっていう方はぜひね、ロッキー一作目から見てみてください。で、私はロッキーと出会えたから、100本ノックをここまで走ってこれたと言っても過言ではありません。もう何があっても何度でも立ち上がること、信念を貫くことの大切さを教えてもらいました。えー、今、元気が出ない人や、ちょっと頑張れないよっていう人にも見てもらいたい 作品ですでちなみにねあの劇場でこう見に行った時にあの平日の昼間だったということもあって、まあ、お客さんが私以外に3人くらいしかいなかったんですけど見終わった後私もうずっと涙が止まらなくてもう号泣しながら席を立ち上がったんですよ。で恥ずかしいなって思ってたんですけどそしたら目の前にね座っていたお兄さんがなんとクリードの T シャツを着てるガチ勢の方でいやちょっとねあ こうやってこの作品のね、まあ、あの、ファンの方がいるんだなと思ったら、なんかすごく嬉しくなってしまいまして、まあ、自分がすごく好きなものを、えー、好きな人が他にもいるって知るのって、こんなにこう嬉しいことなんだなって思ったんですよ。まあ、なのでね、もしこの動画を見てる方の中に、ロッキーの大ファンという方がいたらぜひ教えてください。はい。あの、教えてもらえると私がすごく嬉しくなります。ということで、えー、私の100本の句も残り1本です。 いやーここまで来ました。えー、映画のね、あのー、感想動画を100本投稿するという、まあ、かなり最初は無謀かなと思った、えー、挑戦だったんですけども、ついにここまで来ることができました。えー、いつも見てくださっている皆さんのおかげです。で、えー、あと1本になりますが、少しでも応援するようと思ってくださった方は、高評価のボタンやチャンネル登録してくださったら嬉しいです。えー、残り1本もね、 駆け抜けていきますので、よかったら応援してください。えー、それではまた次の動画や配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ